収納で問題が片付かない理由について収納すれば片付くと私たちは思ってしまいます。それは物が片付いただけのことですね。整頓されて確かに物が収まったかもしれませんが空間のバランスを忘れた空間と物の量のバランスを忘れた収納ではそれは 整頓されている状態ではありますが、決してその空間がゆとりある、すがすがしい空間とは言えません。閉塞感があると言ってもいいでしょう。つまり、自宅が整然とした物置化してしまうということですね。そして整然としているばかりに、自分がいる空間が 物置になっていることに気がつかない場合が案外とあります。はい。そして収納スペースがあるばかりにいらないものをそこに押し込めてしまう。放置や忘却の原因になってしまいます。家が広ければ片付くと思ってきたかもしれませんが、家が広ければ広いほど物をため込んでいる。 そんな例はいっぱいありますよ。はい。収納にはまってしまったために空間から余白が失われていく。余白が失われていくということは、すなわちゆとりがなくなるということです。空間にも自分の心にも。そして、整然とした収納されたものの影には誇りが たまってしまうんですねあるいはものをいっぱい彫り込んでしまった開かずの間見たくもない扉を開けたくもないという部屋ができてしまいますそれは空間自体の機能が活かされていないということですね機能性が欠如していきます 空間は何のためにあるのか。物を収めるためにあるのではないです。空間とは、あなたがそこでより良い暮らしをしていくためにあるのです。機能性が欠如した空間は、物の詰まりが起きている、暮らしをとても不便にしてしまいます。収納では問題は片付きません。 ここでまた住まいの4段階というのを確認していきましょう。あなたが今いる家は住まいではなくゴミ置き場ではありませんかあなたの今の家の状態は物置かもしれませんね。あなたは自分の人生でゴミ置き場暮らしを選択してはいませんか 物置暮らしを選択したいと思ってはいませんよね。でも気づかないうちに物の方がたくさんになって知らないうちにゴミ置き場物置暮らしを今しているかもしれません。あなたは住まいという空間に住むべき あなたの人生には住まいがふさわしいそのことを繰り返し繰り返し心に留めてくださいそしてその住まいであなたはこの先どう生きていきたいかあなたは自分の人生を自在な空間で作り上げていきたいとは思いませんかあなたのこのこ先は どう生きたいか。そこまで見据えた上で、住まいの4段階。ということをよくよく意識していきましょう。 言うまでもなくあなたにふさわしいのはゴミ置き場ではありませんあなたにふさわしいのは物置き場ではありませんあなたにふさわしいのは住まいですさてその住まいをさらにレベルアップして知在空間へしていきましょう家とは住まいとはあなたにとって休息の場 普通の場でであるはずです私たちには休息、充電が必要ですよね。そんな空間が住まいであり、自在空間であるわけですね。何より安心、安全、快適でなくてはありません。私たちの住まい、家はあなたに安心と安全と快適を 提供してくれているはずなんです。それを物を主役にしたばっかりに逆転させてしまってはいなかったでしょうか。改めて今自分の家、住まいを見回してください。あなたは今の住まいで充電ができているのかいないのか。もう言うまでもありませんが、美しい空間の紅葉、改めて確認しておきましょう。 すっきりとした空間。それは、すなわち、すっきりとした心を作ってくれますね。余白。空間に余裕があれば、心の余裕が自然に生まれます。断捨離とは、空間を育んでいくもの。それは、すなわち、あなた人生、あなた自身を育んでいくもの。こんな素敵な紅葉がいっぱいあります。 DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みくださいそしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけますお待ちしていますありがとうございます YouTube をご覧くださりありがとうございます ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。